この試合はロンドンブルーライズキックトーナメントの第2試合、58秒契約3分3ラウンド延長1ラウンドにて行われます。ラスト1分、これパンチ狙ってる、パンチ狙ってる、パンチパンチ狙うと下がるからね、ここパンチ狙ってるから下がってるよ。はいはい、もうラスト40、ラスト40、いい距離だ、いい距離だ、仕掛けて仕掛けて、もう2段蹴り来るぞ、ロウッタ。ラスト30秒くらい、はい、いいね、これワンツー狙ってる、ワンツー狙ってる、詰めろ第一
と前プレッシャー前前前前しっかり蹴ってこしっかり蹴ってこしっかり蹴ってこはいロング蹴り出してもっと飛んでもいいんで飛んでもいいんだよ飛んでもいいよ飛んでもいいよ飛んだったら斜めだよラスト飛んだったら斜めだよはい取るよはいしっかり蹴ろうしっかり蹴ってこいろんな種類出していろんな種類入ってくるとき蹴ってもいいよはい、はい、ラスト45ロン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 ラスト30秒ストンパンチや斜めに行ってみよ斜めに行ってもラスト1分、はい、ラスト1分いいねいいよいいよ今のラスト30秒はい2人蹴ってっていいよもう回んないと集中して倒せはい、そっからはいラスト10しっかり蹴ろう合わせてしっかり蹴るよ回って合わせて足だ、そう、もう一回はい前で前で試合終了。これよりジャッジの集計に入ります。ジャッジ大沢30対29。青原口。ジャッジ明也30対29。青原口。
ジャッジ小川30対29、青原口。以上3対0の判定をもちまして、勝者原口健人。この結果をもちまして、決勝戦の対戦カードは宮崎修斗選手 VS 原口健人選手の決定です。